皆さんありがとうございました。お気をつけて、足元お気をつけてお帰りください。はい、ユンサンヒョンさんどうでしたか。すごく楽しいですねこれ、なるほど。細川さんどうですか、こうこれから勉強していくじゃないですか、1年間でハングルで女性に愛を伝えてみるなんていうの、ね、いやいいですね、そこまでいければ ね。ただやっぱりなんか皆さんがねやっぱりこう一緒にこうハングルをこうね返してやってるっていうこの光景見るだけでもね、あなんかハングル講座俺ちょっとやる気になってきたな頑張ってください1年間、はい、テユ先生が厳しく、はい、ねはい、ということでね、言葉を上達させるにはねこうやって使うことも大事ですよね。はい、ということで小倉先生、細川さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さあここで細川さんには一旦ご退場いただきます。第1部の最後のコーナーをお送りしたいと思います。ありがとうございます。はい、テユさんも戻ってこられましたね、はい、男の子になって、はい、はい、さあでは最後のコーナー移りますよ、はい、愛の告白ハングルで伝える私の思いです。はい、ということで、このコーナーでは自分の思いやメッセージをハングルにしてユンサンヒョンさんに愛の告白をしていただきます。事前に、募集したところですね、合計で67通の、応募がありました。ありがとうございましたという、ね、その中からですね、本日は3人の方を選ばせていただきました。はい、もうね本当にびっくりするのは素晴らしい告白がたくさんありましたよね、うんうん、はい、では選ばれた方々に登場していただきましょう。どうぞ。はい、よろしくお願いします。じゃあお名前とどこからいらっしゃったかを教えてください。はい、東京から来ました笠井です。笠井さんよろしくお願いします。そして静岡から参りました秋山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京から参りました山浦です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では準備はよろしいですか。それではお願いします。はい、기적적인환율로산희현오빠와같은시대에태어나같은시대를살고그리고이렇게만날수있게돼서정말기뻐요. 윤상현 씨, 영상을 볼 때마다 언제나 두근두근합니다. 메시지는 사랑해요 밖에 떠오르지 않아요. 지금 만나고 싶었어요. 한 번만 안아주세요.언제나응원하고있어요. 전하고싶은마음은너무큽니다. 윤상현 씨께 만약 제가 25살이라면 저는 그대에게 사랑하고 있다고 고백하고 싶습니다. 저는 눈으로 감고 있더라도 그대의 모습을 볼 수 있습니다. 귀를 막고 있더라도그대의목소리를들을수있습니다. 제 마음속에는 항상 그대가 있습니다. 그러나 저는 55살의 아주머니입니다. 아무리 사랑하고 있더라도 그대에게 사랑하고 있다는 말은 못 됩니다. 그래서 저는 머리에서 항상아죄송합니다맞췄습니다그래서머리에서그대를지켜보겠습니다감사합니다ありがとうございます。아素晴らしいですね。윤상현씨어땠어요?아행복해요3人の皆さんの告白ハングルでね頑張ってくださいましたけどいかがだったでしょうか。素晴らしいですよ。もう私からねそのこの人がどうのこうのっていうのはもうおこがましい。もう素晴らしい。何が素晴らしいかって言って、その心が純粋で美しくなる。なぜですか?日本語じゃなくて韓国語喋るとみんななんかすごく美しくなっちゃう。不思議ですよね。不思議ですね。よく言われるのは日本語で愛してるだとか愛っていう言葉は言いにくいんだけど恥ずかしいですよね。はい、だけど韓国語ではサランっていう言葉は日本人でもスッと言えるってそういう感じ、それははっきり出てましたよね。とても厳しいことだと思うんですが、この中で
人一番感動したメッセージをですね、ぜひ選んでいただきたいんですよね。그러니까세분중에세분다잘하셨어요잘하셨고요여기아노대모네아키야마사아말도말씀도잘하시고すごく上手だった거기다가연기도하시고연기뭐네또뒤에가서반전이있었어요또그래서너무머리에너무많이남았어요プレゼントしてくださいおめでとうございますおめでとうございます秋山さんはい今のお気持ちはすごい胸がドキドキしてとても幸せですもう死んでもいいぐらいですはい、それでは皆さんもありがとうございました、はい、もう一度大きな拍手を、はい、皆さん大きな拍手をお願いします素晴らしいメッセージでしたありがとうございました、はい、お気をつけてで、それではここまで第一部をお送りしてきたんですがもう一度細川さんに、登場していただきたいと思いますはいさあということでね、細川さんにもいろいろお話を聞いていたんですけども、今日はいかがでしたかいや本当あのね日本にはたくさんあの素晴らしい俳優がいる中でまさか僕が、ね、あの一緒にこうねお会いできるとは本当に嬉しい限りでしたねじゃあ1年後には手紙を書いてみましょうか細川さん書きますか、ね、はい、はい、ということで細川茂さん本当にありがとうございましたありがとうございました、はい、皆さん、はい、盛大な拍手でお送りくださいありがとうございましたはいありがとうございましたサンダー感謝합니다저도요さよならつぶやく君が僕の傘残して駆け出してゆく悲しみ降り出す街中が金色に煙って君だけ消せない最後の雨に濡れないように追いかけてただ抱き寄せ瞳閉じた本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛しないドラが出し何にそういるんだよ언젠가추억이남겨져갈거라고그리워하며언젠가만나게되리어느영화와같은일들이이루어져가기를聞き惚れて出るタイミング間違えそうになっちゃいました
最後の雨もね、うん、日本語もとっても上手で上手でしたね、うん、ありがとうございます